はようございます。本日は2021年4月の1日木曜日、午前9時です。現在私は、JR 九州の、博多駅に来ております。これから私は、在来線の電車に乗って鹿児島中央まで行きます。鹿児島中央までですと博多から九州新幹線が出ているんですが、今回私は、昨年の秋、2020年の秋から運行開始された新しいデザイン&ストーリー列車36+3というのに乗って、鹿児島中央まで行きます。出発時刻が9時50分くらいだったかな、9時なんですけども、ちょっと早めに、入線とか見たいんで、ホームに入っていこうと思います。この36+3というのは全席グリーン車で、6両編成だったのかな。そのうちの1両がなんか、普通の、ホールみたいになってて、お客さんが乗れるのは5両だけだなそうです。5両のうちの3両が、ツアー販売をしている個室、残りの2両が、通常のグリーン車として、緑の窓口や、券売機などで販売しているようです。今回私は、ツアーを申し込んだので、個室を利用します。個室には、4人用とか6人用とか2人用とかあるんですけども、1人で利用するのには、2人用の個室を、1人で使うという手しかないらしいので、今回それを、ツアーで申し込んでみました。なかなかね、2人用個室って取りにくいらしいんですけども、発売日当日に、電話して、なんとか抑えた次第です。でここから博多駅に入っていこうと思います。36+3というのは毎日、九州、博多から鹿児島中央、鹿児島中央から宮崎、宮崎から別府、別府から、小倉、門司港を回って、博多まで、あと博多から長崎までの往復というのを毎日1本ずつ、運行しているんですけども、木曜日の博多から鹿児島中央というのは一番営業距離が長くて一番人気なんじゃないかなと思っています。で今日の予定ですけども、博多駅を9時52分に出発します。で玉名駅で20分間停車した後、熊本へ行きます。で熊本12時出発で、牛の浜駅また15分停車して、終点鹿児島中央を16時24分の到着です。今日の座席は、鹿児島中央まで3号車2番の、2人用の個室を利用します。で、特急券、乗車券なんですけども、ツアーで申し込んだ人というのはこの最終予定表を、乗務員のいる係員のいる、乗降駅の係員のいる、通路、有人改札で提示して、入場出場するというふうになっております。9時50分に発車をいたします。36+3鹿児島中央駅です。列車は右側から1号。ご案内をお注意ください。9時50分から特急かもめ13号を発車します。
ただいまのお時間から予約の受付を
ポスページがございますので、どうぞスタンポしてお持ち帰りください。はい、簡単に書内設備ご案内させていただきます。はいはい、こちら3号車ですね、後方は VIP がございます。4号車はマルチカーで皆様ご自由にお使いいただけるスペースです。こちら座席の下に小さな荷物入れと足置きがございます。足置きご利用の際はお履き物を脱いだ状態でご利用くださいませ。手前に出しましょうか。出ます。こちらですね、荷物入れがこちらでございますのでご利用ください。ご不明な点ございましたらどうぞ気軽にご利用くださいませ。それでは車内でお時間ごゆっくりお楽しみください。はい、thank you.
Thank you.
Thank you.
右側です。降りることだとお足元にご注意ください。